新しい太陽の書は、ジーン・ウルフが1980年から1987年にかけて発表した長編小説のシリーズ。当初4作が発表され、後に完結編が書き継がれ、全5冊で構成される。サイエンスファンタジーと呼ばれるジャンルに属する作品である。世界観は一見すると、JRR トールキン風のファンタジーであるが、次第に舞台が、 寒冷化が進む未来の地球であることが明らかになり、様々な現象にも科学的整合性のある説明がつく。一方で、本作は主人公が綴る手記という設定だが、いわゆる信頼できない語り手の手法をとっており、どこまでが真実なのかは曖昧になっている。作者のウルフにとっては初のベストセラーであり、また数々の賞を受賞し、 その名声を高めた作品である。用語などが難解なため、ウルフ自身によって、カワウソの城という SF 解説書が表されている。続編シリーズとして同じ世界を舞台とした、ザブック・オブ・ザ・ロングさん、ザブック・オブ・ザ・ショートさんも出版された。日本では当初の4部作が完結した後、1986年から1988年にかけて翻訳出版された。 20年後の2008年に新装版が刊行された際、未役だった第5作が初めて出版されている。遥かな未来、ウールスと呼ばれるようになった地球が舞台となる。太陽の衰えにより寒冷化が進むウールスには異性から持ち込まれた生物や高度な技術が存在していた。ウールスの南は共和国によって統治され、北の国家。 アスキアをはじめとする勢力と闘争状態にある。語り手となるセベリアンは完全な記憶を持つと称する男であり、彼によってウールスに新しい太陽がもたらされるまでの物語が描かれる。本シリーズはこのセベリアンが表した新しい太陽の小ウルフが翻訳したという定裁となっている。登場人物とあらすじは口実。ウールスの南にある共和国は 独裁者に統治され、拷問者組合によって反逆者は処罰されていた。組合の徒弟だったセベリアンは、偶然から共和国の反逆者ボダルスを助け、彼と知り合いになる。やがて職人となったセベリアンは、囚人であるセクラを愛したため、彼女の自殺を助けてしまう。組合から追放されることになったセベリアンは、師匠からメイケンテルミヌスエストを託され、 スラックスで軽イとなるべく旅に出る。拷問者組合の剣部の塔を後にしたセベリアンは、アギルスとアギアの兄弟にテルミヌスエストを狙われ、騙されて決闘を行うことになる。決闘に必要な植物、アバーンを取りに行く途中、セベリアンはドルカスという女を助け、共に旅することになった。決闘の相手を帰り討ちにした後、セベリアンは、 荷物に紛れ込んでいた宝石を見つける。それは、アギアがペルリーヌに相談から盗み、彼の荷物に隠しておいた、調停者の鍵詰めだった。セベリアンはタロス博士の劇団に参加した後、不滅の都市と呼ばれるネッシソスの門をくぐり、外界へと出る。劇団とはぐれて、スラックスへ向かう途中で、セベリアンは、友人のジョナスと共に捕らえられる。運ばれた先は、 かつて彼が助けたボダルスの宮廷だった。ボダルスと再会したセベリアンは、霊薬を用いた儀式に参加して、セクラの肉を食し、彼女の記憶を有することになる。ボダルスの依頼により、セベリアンは死者として、独裁者の住む、絶対の家へと向かうが、そこで彼を待っていたのは、ジョナスとの別れと、独裁者自身だった。独裁者と会った後、 セベリアンはタロス博士たちの劇団に戻る。絶対の家の庭園での上演後、博士は劇団を解散し、ドルカスとジョレンタは、セベリアンに同行する。博士の技術で美貌を保っていたジョレンタは衰弱し、彼女を助けるために、セベリアンは、空前の巫女と呼ばれる人物に会う。彼女は、時間を超える力によって、アッププンチャウという存在を呼び出そうとするが、 やがて現れたアッププンチャウは、セベリアン自身の姿にそっくりだった。セベリアンは、ドルカスと共に、スラックスにつき、失政官の下で、警視として働く。しかしドルカスは、自分がかつて死者であり、調停者の鍵詰めによって蘇ったのだと、考えるようになる。一方、セベリアンは、失政官派の実力者の妻を処刑する命令を受けるが、 それに背いたために追われる身となる。セベリアンとドルカスは別れ、彼は朝廷者の鍵爪を元の所有者のペルリーヌに相談に返すため、北へ向かう。山中の家に立ち寄ったセベリアンは、アルザボに狙われた一家を助ける。そして自分と同じセベリアンという名の少年と旅を続けるが、少年は道中に仕掛けられた罠によって命を落とす。罠を仕掛けた、 主は、惑星の支配者を自称するチュポーンという相当の男だった。セベリアンは、チュポーンに対する忠誠を強要されるが、かろうじて彼を殺すことに成功し、旅を続ける。デュートルネコのほとりにたどり着いたセベリアンは、調停者の鍵詰めを奪われ、取り戻すべく湖畔の鳥に侵入する。鳥の主人は、劇団にいた巨人バルダンダーズだった。彼は、 湖の住人を実験台にして自分を成長させるための研究を続けており、タロス博士は彼の成長を管理するための人造物だと語る。セベリアンは砦を訪れていた神殿奴隷たちに会い、彼らにひざまずかれて驚く。神殿奴隷たちはセベリアンの未来の姿を知っており、彼に助言を与える。神殿奴隷が去った後、バルダンダーズは 朝廷者の鍵爪を湖に投げ捨てる。それを契機として湖の住人たちが取り出に突入し、バルダンダーズとセベリアンは死闘を行う。放浪を続けるセベリアンは朝廷者の鍵爪を使って一人の兵士を蘇らせるが熱病に倒れてしまう。戦場で看護活動を行っていたペルリーヌに相談で看病を受け回復した彼は朝廷者の鍵爪を返そうとするが、 受け取ってもらえない。二相談への参加を希望するようになったセベリアンは、二相談の指導者から近くに住むジ者を保護してくる、任務を依頼される。なんとかたどり着いたジ者の家は、氷に覆われた、ウールスの遠い未来から、セベリアンの時代を観測するための施設だった。セベリアンは、ジ者を、家の外に連れ出すが、彼は消滅してしまう。戻ってきた時、二相談は、 攻撃を受けて消滅していたが、セベリアンはそれをきっかけに、独裁者の軍に加わる。アスキア人との戦闘に参加したセベリアンは、独裁者と再会するが、共に飛翔機に乗っていたところを撃墜されてしまう。独裁者は、ボダルスに助けを求め、彼に捕らえられたセベリアンと独裁者は、アスキア人のもとへ連行される。をった独裁者は、薬物を用いて、 自分の脳から記憶を受け継ぐようセベリアンに頼む。セベリアンは頼みを聞き入れ、独裁者が持っていた何百人もの人格も受け継ぎ、新たな独裁者となる。アスキア人のもとから、それまで必要に彼の命を狙っていたアギア等に助けられ、セベリアンは生まれ故郷のネッソスへ帰還し、拷問者組合の面々と再会する。前作から約10年後、 独裁者となったセベリアンは、新しい太陽を惑星、ウールスにもたらすために、宇宙船で旅に出る。そしてセベリアンは、かつて書き記した手記を再び紐解くことになる。カバーイラストは、1986年から1988年発行版が、天野義ヨシタカ。2008年発行版が、小畑健。ありがとうございます。